本日も釜出しプリンのパフェ朝ごはんにいただきます。いただきます。何か言った日本 FP 協会の開放誌の FP ジャーナル8月号、今月号なんですけど、なんとちょっとだけなんですけど、風呂打ち Vlog をご紹介いただいてます。嬉しい。他にも、家計簿アプリとかにもちょっとコメントしてます。お手元にある方はご覧いただけると嬉しいです。ビーチにご飯を食べに来たのですが、 SD カードを差し忘れたそうで iPhone で撮っていきます。何を買ったかというと、ノンアルコールビールと氷、この氷ね、氷、そしてなんかちょっと気になってた3種のチェダー、3種のチーズサンド、夫はカツ丼、あとフランクを1本ずつ2人とも食べる感じで買ってきました。明るい時間はまたいい感じ。日が沈もうとしてます。乾杯。うーい、飛行機がちょうど太陽の前を通り過ぎる瞬間をさっきから何度も撮りたいんですが、撮り始めるタイミングがちょっと遅かったかな。太陽の前を飛行機が通るのを撮りたいわけですね。で、画面向かって左に気がついたら太陽をもう通り過ぎちゃっていて、太陽のちょっと右、今レインボーブリッジの上を通ってますけど、あれが太陽を横切るところをうまく撮れるかどうか。なんかね、一応そうですね、今横切りましたけど、ど真ん中を大きく見える感じで横切ってほしいんですけど、どうもね、ちょっと上とかちょっと下とか小さく見える飛行機とか、思う通りのサイズのが思う通りのそこに行かなくて、何回も撮り直してる感じです。見逃しちゃうんですよね。めっちゃなんか青春、みんな青春な感じ。今日も外でビーチで FP 小話しようと思うんですけれども、昨日自筆証書遺言というものが、財産目録、財産のリストのところは活字で OK になったというお話しましたけれども、その、自筆証書遺言を今年の7月から法務局で預かってくれるという制度が始まりました。預かってくれる手数料が3900円ぐらいですね。自筆証書遺言って自分で書く遺言書なので、どっかなくしてしまったとか、あとその見つけてもらえなかったとか、見つけてもらっても、裁判所の検認というステップを踏まないと効力を発揮しないとか、いろいろとクリアしたいポイントがありまして、それを法務局で預かってもらうことで、遺族の方が参照しに行ったらそこで閲覧ができるとか、検認の手続きが必要ないっていうような仕組みが作られています。なのでやっぱり以前に比べると自分で書いて遺言書を備えるということがやりやすく、しかも安心して他の方に残された人が閲覧できるような仕組み作りというのが進んでいるという状況ですね。以上 FP 小話でした。もう日が沈みそうですね。ちょっと思ってる飛行機横切り映像が難しい。撮れなかったかも、撮れずに終わるかも
しれない。残念。ポンと日が暮れました。なんかプロの方かなとおぼしき方が撮影してます。プリンあるかな。プリンプリンある。おー2個。あれさっきランチ買いに来た時、ランチというかご飯買いに来た時より減っとるねこれ。もっとあった気がする。買いましょう。物を乗せて回転させる機材を夫が買ったんですけど、なんかえって思ってましたけど、乗せて回してみると結構面白くてハマってます。これ速さとかあと回転も逆にもとか、なんかなんだっけ180度で逆回転になる。へえ、そういうパターンもあるんだ、うん、これはやばいですね。いろんなものを乗せて今後回していくんじゃないかと思います。